2006年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は2006年1月17日から同年1月22日までフランスのリヨンで開催されたフィギュアスケートのヨーロッパ選手権。男女シングルではショートプログラム後、それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進んだ。男子シングルではロシアのエフゲニー・プルシェンコが通算5度目となる優勝。2位には スイスのステファン・ランビエールが入り、スイス選手として1948年大会のハンス・ゲルシュビラー以来58年ぶりとなるメダルを獲得。女子シングルでは、ロシアのイリーナ・スルツカヤが通算7度目の優勝を果たした。女子シングル選手としては、ソニア・ヘニー、カタリナ・ビットの6度を抜き史上最多。ペアでは、ロシアのタチアナ・トトミアニナマキシム・マリニングミガゴ。 連覇を達成。ロシア勢がペアを制するのは1996年大会から11大会連続。アイスダンスでも、ロシアのタチアナナフカロマンコストマロフグミ3連覇を達成した。男女シングル、ペア、アイスダンスの4種目すべてをロシア勢が制した。ロシア勢が4種目すべてを制したのは2005年、ヨーロッパフィギュアスケート選手権に続きに大会連続。 ありがとうございます。